おー。待って、元に戻るよね。マイヤー死なないよね、多分。悲しいよ、これ死んじゃうと、さすがに。でも、双葉の両親も死んでるからな。あ、マイヤー。パリーンで済めばいいね。あ、パリーン。え？第二形態？第二形態来る？これもしかして。マジで？これは、ニョロニョロしてる第二形態が来ちゃう？マジで？わー。いや、でも違うか？暴走してるだけか。黄金病の呪いがとどまることなく、とどまることを知らないじゃんね、それね。歌だよ、完全。どうすればいいのこれは。抱きしめてあげれば大丈夫。どうだ、これ以上俺のせいでお前を罪に、お前に罪を背負わせるわけにはいかない。前、お前は俺が、マジかー、死んじゃうのかー。歌はなんかちょんまげ生えてみたいな感じだったよ、今。神お兄ちゃん、兄貴じゃないんだね。刺しちゃうの？それともこれ単純に戦闘か？違うよね、刺すんだよね、きっと。スーパーセレブ今じゃないでしょそれセレブだろうけども。カミュー、悲痛な面持ちで海を武器を構えてどうやら暴走する。うん、止める止める、それはダメだって。妹でしょ、実の妹を手にかけちゃいかんって。それはねえ、やめなさい。ここは私があの力を使おうじゃないか。お兄ちゃん、あーほらほらほら、トラウマになっちゃってるでしょそれね。どうすんの、助けてやってくれって。うん、せやな、助けようぞ、わしの勇者の力で。これ戦う感じ、普通に違うか。うわーわわ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 、あ、勇者の力だ。そう、この力があればね、大丈夫だからね。闇の力を葬り去る。あれ、何もやってなかった。でもおおおおおおお、ああ大丈夫か。すごい、私何もやなくていいんだ。いけー、届けーこの思い。おー、来んなよ、売るのが。あ、まあそうだよな。うん、あ、気になっちゃってる。やばい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 。おーおー、抱きしめた。そして金はまだいってる、金になってるよ。これ金を戻す的な感じの話がこの後あんのか。ごめんなマヤ。おわー、やり返しちゃったこれ。兄貴と一緒にいたい、喧嘩して笑ってまた喧嘩して、そんなことまで持ち込めたら、あ、これボーンってなるパターンか。それとも力をボーンって、貧しいのなんて何でもない、寒いのも日持ちも我慢できる。だからそうだよ、あの欲望とかそんななければ大丈夫だからね。黄金なんてもういらない、ピシャ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 ーンってなる感じ。涙か。おお、呪いが涙によって解かれてパー、おー、消えていく。黄金が消えるってことはもう全ての黄金、今まで黄金にしたやつが全部治るってことだもんね、多分ね。まあ多分つまりはメッキだったんだよね、きっと。あ、治ってる。あ、神も治ったね、よかったよかった。もう笑い方ほんとそっくりだね。またか、バカ兄貴のせい、また貧乏に逆戻りだ。大丈夫、神は結構稼いでるで。今回も稼いだしね。待って、黄金が元戻ったってことは、今回稼いだお金も元に戻ってるとか、ないよね、さすがにね。よかった、死ななかったね。一安心だ。まや、生きてたね。あ、ゴールドオーブな、それで。見つかったね。これで6個目かな？ 7、5個目か、多分。あとまだ姉妹がいるもんね。お、寝てる。ベッドに寝るのなんて初めてじゃない、きっと。陣地を超えた力を使った反動。せやな。うん。命に別状はない。エンディング後に起きる的な感じかな、多分。よかったよかった、でも。うん。倒し行かなきゃね、売るのがね。倒す。その目標というか、その原因がまた増えたね。おー、みんな普通に外歩いてるね。よかったよかった。帰ってきたんだ、あのお城からね。うん。このオーブ、あ、はい、そりゃそうだ。わしの矢だ。おー。イエローだった。ゴールドじゃなかったわ。つまりやっぱメッキだって、あれは絶対。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。うん、できたね。よかったよかった。
本当だったね。預言者って誰なんだろうね、あれね。概念なのかな、やっぱ。うん、行きましょう。マヤここに預けて、うん。オッケー。え、また仲間になったって出んのこれ。さすがにもう出ないか。2回出たもんね、だってね。おー、よし、頼むぜ。おー。妹はマヤを救ったことで神のスキルパネルが新たに解放された。やった。何パネルだろう。黄金パネルかな。はい。神137。神業、神業だって。神のごとき妙技を習得するスキル、魔物か高村を結めるほか、水川の分身を作る秘術を覚える。それはすごいな。はーい、ということでね、結構久しぶりに録画をしてます。前回何をしたかちょっとあんまり覚えてないですが、ちょっと仲間に聞いてみましょう。あ、そうそう、マヤを救い出したんではね、食材を果たすことができました。クレモンチ東方からラムダ方面へ歩いて進めになった。あ、オッケー、はい、相棒、了解。真ん中がローなんだね。一時はどんなことかと思ったが、おびょう。勇者とは決して諦めるもののこと、せやな。あ、そしてセクシー。クレモランから聖地ラムダへ向かうには、確かまずシスケピックやってください。はい、わかりました。はーい。マヤちゃんが目を覚まさないのは陣地を超えた地下を使ってきた反動。あ、せやな、その話はな、聞いた気がする。グレーグめっちゃ笑ってんじゃん、なんか。おびょうの抱負が聞いたり、はい。うん。あ、わかりました。ってことで、シケスビア平原を雪原。シケスビアを越えた先に、ラムダがあるので、そっちの方にね、行ってみようかなと思います。クレモン地方に行きましょう。ちなみに、神の装備で、頭が、大海賊の帽子にしても、ないのか、体のものが大海賊がないもんで、あんまり見た目的には意味ないですよってことが、ちょっと大海賊の胸当てっていうのかな、服、どこで手に入るか喋っとこう。はーい、ってことで、クレモン来ました。シケスビア雪原にいて、その先ですね。行きましょう。馬ちゃん、ディープちゃん。あー、めちゃくちゃ引っかかってる。はーい、シスケビア雪原ですね。この先、ゼーランダ。どんな道だっけ？ちょっと覚えてないんだけども、あっち方面に行きましょう。途中にある古代図書館とか別に行かなくていいよね、多分ね。多分大丈夫。じゃあ今のは避けられないでしょ。びっくりしたな。てかちょっと待って、私たち体力回復してないね。途中キャンプ場があったらちょっとね、寄ってかないとね。めちゃくちゃ弱いじゃん。あ、でも経験値的には結構あるから、めちゃくちゃ弱いってわけでもないのか。はい。あ、光ってんのがいるけども、これ乗ってないかなんのかな。まあ、いや、ちょっとわかんないし、キャンプしよう。つかめちゃくちゃ人いっぱい。ベーン、人じゃなかったね。敵がたくさんいた。あ、一番左のちょっと見たことないんじゃない、これ多分。スノーパンサーだと思う、多分。ね。ベビーパンサー、キラーパンサー、スノーパンサー。ベホマスライムもなんだかんだ。ホワイトパンサー！なるほど。で、めちゃくちゃ強いぞ。171ですって。まさかまさかの？しかもベホマスライムだから、ベホマ使ってくるから、配信だ。大丈夫だった。ホワイトパンサーな。強いね。170だって。やば。3000も入る。やば。ふさふさの怪我は、やば。ここめちゃくちゃ人いる。やば。よし、キャンプしましょう、キャンプ。よいしょ。はい、キャンプしまーす。久しぶりのキャンプな気がする。ってことは、久しぶりの歌詞ができるということですね。てれれれてってって、ものすんごい久しぶりな気がする。はい。狙い撃ち。狙い撃ち、回避率上がってもあんまり意味があるかって言われたら微妙な感じするけどね。じゃあ、なんか作るか？作ったことなくて強そうなもので作れるものを作っていきたいけども、果たしてそんなものはあるかどうか。お、プラチナで作ることができる兜、プラチナヘッド。これが何気にみんな上がるんで、2個までは作れそうだね。2個作りましょう。はーい。ってことで、久しぶりのスーパー勝ちタイム。あ、その前に、乱れ打ちだ。違う、なんだっけ、狙い打ちやってみよっか。狙い打ち。っていうか、めちゃくちゃ難しいんだけど。よいしょ！うわー！4連打ち。よいしょ！え、これ、無理臭くない？これ、どんどんやってって、威力次2倍。2倍ということは、じゃあ、上下打ち。こことここやっとけば多分大丈夫でしょ。よし。で、3倍打ちをここ1回やっとくか。3倍打ち。これで、上下打ち？よし。で、反対側も、上下打ち。
まあ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 、あ、次、威力が半減するから、普通にこっち叩いて、あけ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 。で、右上を叩く。あ、意外といいんじゃん、これ。し、プラス2はいくでしょ、多分。どうだ？ででででででで。でで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 プラス2だよね、多分。あ、よかったよかった。よし、コツは分かったからね、次、プラス6作ります。さあ、どうだ ?1 個完全にいったから、ワンチャンこれでプラス3あり得るぞ。てん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 。まあ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 。さあ、そして双葉の頭をプラチナヘッドプラス2にして、さらにグレイグの頭をプラチナヘッドプラス2にして、オッケーですね。完璧です。ちょっとマルちゃん、マルちゃん何してんの？クレイモランから聖地ラムダに向かうに私がまず、あ、はい、はい、あ、今向かっている最中でございます。はい、大丈夫です。休みましょう。おやすみなさい。ってことで、ゼーランダ村に、ゼーランダ山に行きましょう。危ない危ない危ないよいしょー。あれなんかここ、大穴が出来上がってんだけど、こんなんあったっけ前。ちょっとこれ降りて見てみるか。あ、別に特に的な感じか。あ、そっかそっか。じゃあいいや。こんな大穴なかったもんね、多分ね。あらあら。登れないんかーい。お、なんか、ムービーが始まるっぽいぞ。なんだ？お、ここは、魔女と戦ったところ、まがまがしい気配がする。はい、わかりました。これまた六軍王かな？新しい六軍王。竜？神竜？もしかして、神竜来ちゃう？神竜は裏ボスとかだよ、でも。おーあいー。ん？でもこれスカイドラゴン的なさ、普通の敵でもこれいたよね。それかな？どうなんだろう？お？うわー。神竜にしてはちょっとちっちゃそうだしね。氷国の湖の氷が砕かれ、あ、さっきのか。我は長き封印か。あ、じゃあまず別か。だが長い間封印されたせいで思いの力が出ない。ネトラ、貴様の命を親が勝てと。え、ほんとでも力出ないんでしょ？力出ないなら、そんな、ねえ。無理無理無理。私の力は舐めてもらっちゃ困りますよ。ネドラさんや、誰だか存じ上げませんが。なんか、確かにね、湖の底に、こう、封印されたのがいるみたいな、そんなんなんか、見た気がする。ね。そういうのは確かに見た気がするからね。じゃ、まずはニフラムから行きますか。絶対食らわないからやめとこう。じゃ、まあ、普通に最初は全身全霊切り。普通の全身全霊切りから、よいしょー。それでも365も食らう。強い。これはかなり強いのではなかろうか。双葉をバイキルと、グレイグでも良かったかもしれない。もしかしたらね。次、グレイグの番だもんね。これ、呪文さ、ローもバイキルと覚えてくれればいいのにね。マヌーサやっとく。あ、ルカにやってみよっか。ルカにを一発噛ませてみます。かなり下げました。これはいい。あ、びっくりしちゃう。あー、グレイグにしなくてよかった。で、のしかかる。150? ほう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 。まあ、でもハッスルダンスがあるからね。その辺は全然大丈夫そう。ハッスルハッスルハッスル。うい、130か、それでもなるほどね。で、双葉はバイキューとして、しかも、秒効力下がってるからね、これ、700いくんじゃない多分。よいしょー !716! あー、強いけど、ドルボーはくー、いくつ ?120 だったらまだ大丈夫。おたけび、耐えて。みんなちょっと、それどうなんちょっとね。そしたら、グレイグの番だけども、グレイグは、スクルトやっとくか、一応。念のため、ね、防御力を上げておきましょう。スクルト。そして私の番ですね。私は全身全霊切り700食らうか。だいぶ強い。795、800近いじゃないですか、それね。で、ローの番ですね。ローはそれじゃあ、魔法カウンターちょっと双葉にやっとくか。ね。ちょっとドルモアやってくるの分かったもんで、魔法ね、怖いからね。しばらく戻った。早いな。結構早く終わったね。えい、ブレス攻撃。そして私なんか毒になった。なんか、強い。え、マジでそんな強いの？道具。これは、とりあえずじゃあ、ベホイムやっておいて。待って、生き返らせる呪文持ってんの双葉ぐらいだよね。でも攻撃できんのも双葉ぐらいだよね。一発攻撃かませようか、じゃあ。攻撃はかませておいて、世界中関係のものをやっときゃよかったな。そしたら、じゃあまあ一応グレイグも攻撃できるように、グレイグにバイキュートをかませておきます。この後に、グレイグの番、オッケーオッケー、全身、ネトラ、でも体力減ってるからね、ローンのこと無視してってのもワンチャンありかも、焼けつく息、
うえ、危ないからのゾーンに入っただけかな多分。闇の炎、いやー大丈夫で、まだ死なないよね。あ、ザオラルか。そう、ザオラル、ザオラル、ザオラルでローを生き返らせる。生き返ってください、ロー。おいー、うえ、じゃあ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 、オッケー、ハッスル期待。オッケーオッケー、ハッスルダンスをやります。ハッスル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 で、ファッサーンと上がって、で、ドルボーは双葉に来い。双葉に来ないよね。なんでローになのすですか。ちょっとおたけびで、よかったよかった、ロー転ばないでね。あ、オッケー、これだったら大丈夫かな。そしたらグレーグ全身全霊切りか。安全に行くんだとしたらロー回復なんだけども、いや安全を取ったらねうまくいかないと思うから。あ、でも思ったより食らわない。あ、でもロー来た、ロー来たから大丈夫。そしたらベホマラよりは、まあベホイムだよね。ベホイムで自分自身を回復しましょう。ウェイからの、これまだとどめじゃないよね、さすがにね。全身全霊切り。でもバイキングとか消えちゃったか、ちょっとダメージは少ないですよと。からの、あ、ゾウも消えちゃったね。で、シルビア、バイキュートをまた双葉にかけて、体力は結構ね、回復できてるからね。オッケーオッケー。ローが死ななければ大丈夫。なんだそれは。よっしゃ。待って。双葉死んじゃったら、誰も生き返らせられないじゃん。あ、そう。まあ、しょうがないね。しょうがない。グレイグ、とどめを刺しても弱すろしいよ。ダメか？ダメだね。シルビアの呪文でもだって生き返んないよね多分。おやおや、これもしかして結構厳しい感じ。まあハッスルしときますか。ハッスル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 しておいて、次ロー、ローはじゃあもう攻撃しようか。ドルクマしとこう。ドルクマ死んでください。ドーン、入った、オッケーオッケー。ゾーン入って、じゃあこれで全身全霊でとどめいくか。よいしょー、うわー倒せた。待って、双葉死んじゃってる、経験値結構入るんじゃない、これ2万ぐらい。あー、そうだよね。いやー、もったいない、双葉が死んでいる。あ、生きてる双葉。この強さ、遥か昔に相ま見えた勇者ロースを、あ、ほんと相ま見えたんだね。だから所詮は人間。マジで、あー、熱い、服が燃えちゃう。マルティアの、それは喜ばしいこと。なんだ、体が動かない。あ、灼熱のさっきの炎だよね多分ね。あらあら、しびれちゃう。でも私は勇者の力があるから、しびれるんかーい。おのえの無力さをあのようで悔やむがよい。あ、ほんとマジで、お待ちなさいって、ん、あ、という話があったっていう感じでエンディング。あ、このハープはあれだよね、あの子だ。名前が思い出せない。妹の方のね。あ、ほら、セーニャ。セーニャだよね、これね。セーニャ、そんな技は使えるんだ。さすが。生まれ変わりだね。おー。忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。そんな技、いつの間に使える？うえー。ギャー、死んじゃうんだ。あ、普通に死んじゃうんだね。そうなんだね。全然もう1万7000。双葉さん、皆様、今お助けいたします。あ、ありがとう。いやー、あれ待って、ベロニカは？ベロニカおらんの？ベロちゃん。おーい、さすがセーニャ。癒しのパワーがありますね。いやー、普通にいるじゃん、セーニャ。お前、もしかして、もしかしてって言うまででもなくなくないか？普通に。ん？うん、ありがとうございます。ねえ、それは普通にだよね。あー、お久しぶりねー。せーにゃー、助けてくれてありがとう。どこにいたの？本当だよね。魔王による災いでクリスマイトブトを助けながら聖地ラムダを目指していた。すごいね。一人で伝んでもね。黄金の氷山が溶けと聞いてやってきたら、まさかこんなとこで。せやな。つか、聞くの早いな。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を助く。ね、うん、そう。竜とか多分乗れるんじゃない？またね。神の乗り物多分竜だと思うからね。どうだろうか。それか、いっぱいオーブを収めたやつだね。丸いやつ。皆様、よろしくお願いします。おー、なんか普通に仲間になったね。あとはベロニカだけだ。ベロニカ。なんでベロニカ一緒にいないんだろうね。他のところでいいのかな？どうなんだろう。ポーズ。聖地ラムダこの先。オーケー、行こう。